N と M、もう一人の私たち。私たちは何なのか。なぜ私たちが存在するのか。その答えは、彼女の思いと共に、ここにある。必ず届けてみせる。彼に、私たちの思いを。交わりの日まであと300日。間に合いそうだな。ええ。私たちは互いの英知を結集して、あれを作った。二つの世界が交わる時に備えて。私たちの全てがあそこにある。記憶も、魂も。私たちは消え、そして生まれる。それが終焉なのか。始まりなのか、誰にもわからない。時が決めてくれるでしょう。私たちのこの行いの真の意味を。遥かな昔、もともとは一つであった世界が二つに分かれました。生と負、同じ姿でありながら相反する性質を持った二つの世界に、互いを知ることなく二つの世界はそれぞれの未来へ向かうはずだった。ですが、世界は互いを求めてしまった。存在の孤独がゆえに再び一つに戻ろうと。それは破滅を意味していた。相反する性質の世界は交わることで全てを消滅させてしまう。光だけを残して。そう、光だけが私たちに残された最後の共通の言葉でした。異なる世界にありながら、私たちは光を使い言葉を交わしたのです。世界の消滅を回避する手段を模索するために。やがて互いの英知が一つの希望を生み出しました。オリジン、世界に存在する全ての情報を光となった言葉を記憶する。未来へと渡りゆく希望の船オリジンは、消滅した世界を再生させるシステムだったのです。そしてその時は訪れた。世界の再生は行われなかった。世界はその瞬間静止してしまったのです。ゼットラ・メビウスによって。メビウスが。中でもゼットは、メビウスを滑るメビウス、世界そのものと言って良い存在なのです。世界を静止させて何をしようとしたんだ。何も、何もする必要はなかった。ただ世界をその場その時にとどめ、閉じた時間の中を永遠に漂うことが彼らの願いだった。俺たちの命を糧にして。その通りです。
Z はオリジンを掌握するためにケベスの女王を捕らえました。なぜです？オリジンの記憶に触れ思うがままにするには創造者だけが持つ鍵が必要だったから。鍵？心と言ってもよいでしょう。 Z はケベスの女王の持つ鍵を使いオリジンの全てを掌握した。オリジンの掌握は世界の掌握と同じ、世界に枷をはめ断りを自由にできる、生も死も思い通りに。生と死、これが M も知らなかったこの世界の成り立ちです。もしかして鍵はあなたも？ええ、私も持っています。その鍵によって生み出されたのがウロボロスストーンなのですから。あ、 Z に支配されたとはいえわずかですが私も抵抗することができた。歯車？オリジンの歯車です。オリジンを構成する物質と私のこの胸のコアクリスタルとが触れ合うことでウロボロスストーンは作られます。これのおかげで俺たちはウロボロスに。ですが完全ではありません。え？あなたたちはメビウスの力に屈したことがあったのでは？先ほども言ったように世の断りは Z のもの、私の力も限定的なものに過ぎない。でもあなたたちは Z によってはめられた枷を、断りを打ち破ることができた。ウロボロスの力と対の剣とを重ねることで。これが対の剣？対の剣はケベスの女王の心とオリジンの物質が触れ合いなったもの。ということはウロボロスストーンと同じ？ウロボロスストーンも対の剣も単なるきっかけです。本質はあなたたち自身、鍵はあなたたちのうちにもあるのです。俺たちのうちに？ようやく思いが報われました。こうしてあなたたちという希望と出会うことができた。ジョー、俺たちがすべきことは？ええ、オリジンへと赴き、ケベスの女王とオリジンを Z のメビウスの手から解放すること。解放できれば世界を変えられますか？この理不尽な世界を消しされますか？女王様、あなたたちが未来を望むのならば。あなたから聞きたい、 Z たちメビウスは倒すべき相手なのか？ノー、それはあなたたち自身が決めてください。直接対峙し彼らが何たるかを見極めた上で。わかった。こちらへ。さあ、で、まあ女王様についていこうと、そういうことだね。あれを。あの大会の渦の底にオリジンはあります。なんだって？何人も寄せつけないあの海の底で
Z は世界を支配しているのです。ということはケベスの女王様もまたあそこに？なんてこった。ケベスの女王を助けるにしたってどうやってあそこまで行けってんだよ。近づいただけでバラバラになっちまうぜ。けどさ、女王様なら知ってんだろ行く方法。なんたってそのオリジンとやらを作った張本人なんだから。さあ、私にも分かりません。女王様だろ、そんなこともわからないのか。マジかよ。なんということだ。僕は失望を禁じ得ない。そんなこと言われたってさ。君たちちょっと言い過ぎ。ん？待てよ。ん？ミオ、お前さん、メビウスの力使えたよな。だったらいけんじゃねえか。ビュンってさ、いつもやってたろあいつら。それが、どうした？今は使えないんだ、メビウスの力。はい？気づいたのはキャスルを解放してからすぐ。自分でもなぜかわからないの、急にだったから。はあ？もしかして女王に直接聞けってそういう。ごめんユーニー。お前おそらく Z でしょう。え？メビウスの力も断りという流れのうちにあります。何を許可し何を許可しないかは Z の思惑次第。オリジンについても存在を知るメビウスは限られるのですから。ウロボロスの力は使えたのに。今のあなたたちの力はいわば流れの外の力。 Z といえど外の力に手は出せません。だからこその希望なのです。しかし参ったな。場所が分かっても行く方法が分からないんじゃな。問題はあの渦か。あ、サモンさん。サモンさんってあのシティにいたノポン？うん、言ってなかったか、大海の渦を突破できる船のこと。究極の船？そうも、大海の渦だろうとものともしないで突き進む、いまだかつてないすんごい船も。まだ建造途中だけど、いつか必ず完成させてみせるも。男の夢も。確かに言ってた、渦を突破できる船があるとかなんとか。いや、船作ってるところだろ。設計している途中じゃなかったか。とにかくサモンさんは船について熱く語ってた。ってことはオリジンに行く方法あるね。行こう、シティに。ああ、希望が見えてきたぜ。ここまで来た甲斐あったね。急ごう、メビウスたちがこのまま生還するとは思えない。だな。女王様。え？ありがとう、なんとかなりそうだ。調子で整備区に引きこもってるはずだ。そっちに向かいを出すから行ってみるといい。ありがとう、砦を出たところで待ってるよ。さあ、ということで船を作りに行くということになるのかな。一旦シティに戻るんだよな。作れんの？ちょっと待って、トラビスが入り口に向かいをよこしてくれてる。はい。これさ、マップ T できない、めんどくせえ。
じゃあここまで行くか。さあ、こっちか。入り口の階段ってすごく長いよね。まあ要するに、おお、だからやめろって。なんかこれさ、いきなり来るとビビるわ音が。まあだから要するにまた改造型の船に乗ってまあ乗り込むみたいな感じになるのかな。うん、まあ女王がなんか良かったのか良くなかったのかよくわかんないけど、まあ仲間にはならんのかな。一緒に戦ってほしいけどね。まあ女王が戦ったらおかしいんかな。ということで迎えが来ているということだ。はい、シティのみんな本当に無事でよかった。久しぶりにシティ来たな。こんなか。どこ。あれ、あっちか。アサモンいたわ。よいしょ、ちょっと待ってな、一回セーブしといて。忘れずに記録っと。あ、いた。作ってくれんのかな。なんか素材集め言われそう。ああ、あの船のことかも。あれだったら第三ドックに隠してるも。本当か。見たいも。もちろん。わかったも。じゃあ一緒に港へ行くも。すごくない？できてんの？ちょっと待って隠してあるってもう完成してんのかい。はい、ちょっと待って。まあこのね、ちょっと会話だけ。はい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 、ぼやき。さあということで、どこ行くんだこれ。待って、あれか、ちょっと待って、違うか、ごめん、なんでこれに行った。これのここか、ここやな。はい、さあということで船を見つけに。こっちか。やべえな、もう完成してるって。俺てっきりさ、また素材集めてこいとかそういうめんどくさいのかと思ったけど、サモンさんが言ってた場所はもう完成してるって。楽だな。サモンさん、第三ドックって。あの船は大事なロマンの結晶も、何かあったから、あったら困るからこうして隠してるも。
おお、こんなところに。この先が第三ドックも。ついてくるも。これが大海の渦でも突破できる船。すっげえ、もう完成してたのか。今まで乗ったのとはまるで違うね。より洗練されているというか、絵も言われぬ力強さを感じるな。何適当なこと言ってるも、それ側だけも。側だけ？肝心のエンジンがまだできてないもん。エンジンのない船なんて、アマーマウインナの入ってないバスティールみたいなものも。それはいけませんもん。バスティールにアマーマウインナは不可欠ですもん。サモンさん、エンジンがまだって。正確にはエンジンのコアパーツも。材料にこいつがあと6個必要なんだけども、残念ながらここにはこれしかないもん。あの金属ってノアの剣と同じやつだよね。ああ、間違いない。こいつはロストナンバーズの眼帯に入っている金属と同じものも。眼帯がメビウスの索敵を阻害するのは知ってるも。ああ、モニカから聞いている。眼帯からは特殊な電波が生じているも、その発生源を示したのがこれも。地図上の交点の場所にこの金属があるんだけども、サモンにはとても行けっこない恐ろしい場所ばかりも。眼帯の金属は使えないんですか？あれはロストナンバーズの重要装備だからダメも。そもそも薄い白状に伸ばして使ってるから、全部集めたとしても足りないもん。そうなんだ。ミオ、この場所。うん、天空の砦、女王様の持ってたあれだね。サモンさん、そいつがあと6個あったら船は完成するんだよな。もちろんも。渦だろうがなんだろうが、ものともしないパワーと防御力の船が完成するも。完成までどのくらいかかる？3日もあれば余裕も。ずいぶんと早いな。まあ早いに越したことはない。よし、じゃあ行くか。ああ、サモンさん、そいつの確保俺たちに任せてくれ。も？ま、待つも、どういうことかサモンに説明するも。あ、実は。なるほども、それでこの船を使いたいってことだったのかも。そういうことなら、桃、お前たちがコアパーツの材料を探しやすくなるように、さっき送ったデータは更新する必要があるも。更新？発生源を観測したデータは大まかな位置しか示してないも。だからもっと精度の高い情報にするも。今はだいたい2000メテリ四方までしか絞ってないも。けどサモンがもうちょっとだけ頑張れば200メテリ以内まで精度を上げられるも。探すのがすげえ楽になるってことか。桃、想定より早く集められそうだな。うん、サモンさんって本当にすごいのポンですね。一つは心当たりあるも。ああ、アエティア地方の分は持ち主を知っているんだ。これから取りに行ってくる。桃なら、お前たちがそこへ行っている間に残りの位置を解析するも。詳細データは後で送ってやるから待ってるも。ありがとうサモンさん。じゃあ行きましょう。ああ、まずは天空の砦だ。
はい、ということで究極の絵、やっぱり集めなきゃダメだね。やっぱそう簡単に乗らしてはくれないのと、結局あれ、また天空の鳥で戻んのこれ。じゃああれ、天空の鳥でどっから行けたっけこれ。ちょっと待って、ところがね、天空の砦の場所を忘れた。ここやな。これでここやな。ここ行きゃいい。ほら、まあ結局やっぱ素材集めで走らされるっていうね。早く女王様に会いに行くことになるなんてね。なんでまたここに。シルベになるなんて。ウロボロスやツイの剣だって俺たちを導いてくれたんだ。驚きはしないよ。わかりました。そういうことでしたら喜んで託しましょう。本当はわかっていたんですよね、私たちがまたここに来るって。未来は私たちの手で紡がないといけない。そうなんでしょ。もちろんです。未来は誰かに与えられるものではない、あなたたち自身の手で紡ぐものなのですから。まずは一つ目、残り5つか。幸先はいいな。ああ悪かね。この調子で次急ごうぜ。ありがとう女王様、この歯車決して無駄にはしないよ。お待ちなさい。船が完成したとしてどうやってオリジンへ。それは大海の渦を突破して。突破した後はオリジンは全体が強固な外郭で守られています。船着き場でもあると。あるわけはないか。そもそもオリジンがどのような構造になっているのか僕らは知らない。これを。これは、これがオリジン。アグヌス側でのオリジンの建造にはあるノポンの技師が関わっていました。その者が残した最初期の設計図です。大海の渦はおそらくこの中央部分から発生する力場と周囲を取り囲む構造体の相乗効果によって生み出されているものと思われます。この構造体の本来の目的はパンス多シス空間の発生時に本体を保護するフィールドを展開させる装置。故にこの中央部分は強固な外郭を持たず、オリジン唯一の弱点とも言えます。つまりここからなら内部へと入れる。渦へと突入し、その流れを利用して一気にその内側へ。内側へと入ったら中心にある力場の発生器を破壊する。そうすれば。なるほど。ですがオリジン内部の構造は Z によってかなり改変されているはず。無事入れたからといって油断は禁物です。分かってる、それは覚悟の上さ。しっか
かしさすがは女王様だな。そんなことまで知ってたなんて。びっくりだよ。まったくだ。僕は感動を禁じ得ない。君たちこの前と態度変わりすぎ。そういえば M と出会った後ずっとここで眠られていたんですよね。ええ。どうして私たちがウロボロスになったことを。キャッスルでの出来事もご存知みたいだったし。眠っていてもここには世界で起こる全ての情報が集まってきますから。本当にありがとう、女王様。俺たちの手で必ずやり遂げてみせるよ。はい。で、オリジンの金属、まずは一つ目だね。あ、サモンさんからだ。桃、一つ目を見つけたも？ああ、ちょうどさっきだ。すげえタイミングだったぜ。何言ってるも、電波の位置が動いたから、お前たちが確保したと思って連絡入れただけも。なんだよ。この移動距離を感知したのか、すごいな。サモンさん、連絡をくれたってことは？桃、場所の解析が終わったも。と言ってもまだ2つだけも。アエティア地方の北とカデンシア地方の東。この2カ所は詳細な位置を割り出せてるも。情報を更新したから確認するも。わかった。ありがとう、サモンさん。桃、引き続きよろしくも。次はアエティア地方とカデンシア地方ね。アエティア地方のは、淵ヶ原か。カデンシア地方は、エルティア海のアルカフォール半島のようだな。よーし、ちゃっちゃと集めちまおうぜ。あ、金属1個入手。ということで、あれ取れるとこ来たかな？ちょっと待ってな。ちょっと待って、あの物資が取れるかどうかだけ。遠いんだよな。近くに落ちたみたい。探してみましょう。こいつちょっと倒しときたけどね、時間かかるからもう行きます。また戻ってきた時にね。ちょっとあの物資これちょっと待って、繋がってたっけ。これ道全然覚えてねえわ。ハテナになってるわ。これ行くか。ちょっと待って、忘れずに記録っと。あそこで少し休むのはどうかな。ドランクは目が悪いっすも。節穴っすも。出た、ハマハマ。ああ、なんだと？ハマハマは確かに見たっすも。超巨大なモンスターを。あのな、そんなもんがいたら俺だって見てるってはずだっての。やれやれ、またか。巨大なモンスターがどうしたって？そうっすも。ハマハマは見たっすも。めっちゃめっちゃ大きなモンスターを。そりゃ、ハマハマみたいなちっこいやつからしたらみんな大きく見えるだろうが。そういう問題じゃないっすもん。あとちっこいこと、ちっこい言うっすな、言うなっすもん。はい。お願いっすもん。ハマハマが嘘ついてないって一緒に証明してほしいっすもん。あ、めんどくせえ。つまり僕たちでその兄弟モンスターとやろう探せということか。そいつはどこで見たんだ。ピューラーの道っすもん。散歩中に偶然見つけたっすもん。わかった。俺たちも気になるし、付き合うよ。あ、兄貴ー。兄貴ってなんだよ。はあ、無駄足だと思うけどな。ということで、まだなんか変だね。クエスト受注したんですけど。みんな、ね、まあ、とりあえずここで一回。うんうん、休憩も、ね、レベルアップできる？レベルアップしといて。強くなった実感があるよ。ほんでセーブして、まあ。金属集めに行きましょう。忘れずに、はい、ロクッと、うん、いけるよ。
ということで、あの物資を取り行きたかったんだけど、あれこれどっから行くんだっけな。これ落ちたら死ぬかな。ちょっと待って、あの物資取り行きたい。これ死んだらめんどくさいんで。これほんと落下死あるからね、下手なところから落ちるとまずいんだよね。まあ、これぐらいいけるでしょ。オッケーオッケーオッケー。で、これさらに降りる。またいた、つわものが。これやろ、でかいやつって、ピューラーのね。まあいいや。とりあえず、多分あの眠ってたあの主だよな。あのでかい巨大なモンスター。使えるものがあるかな。さあ、これ回収しといて。合わせていくよ。応用。オッケー、これで物資回収して、ちょっと待って、クエスト何あれ、ちょっと待って、クエストの内容だけ見て、あいつ倒すだけだったらやってもいいか。これ何をすんの、これ巨大モンスター目撃した場所、これじゃないの、こいつじゃないの、あ違うのか、これなの。あれ、あのあいつか、あっちか、このマンモスか、ハマハマが言ってたのこの辺りだよね。ああ、でもどこにも見当たらねえな、見当違いの数あるなと。うん、間違いじゃないですもん、やつはここで狩りしてたすもん、他のモンスターはバグッとしていてですもん、桃思い出したら、お耳がガクガクしてきたすもん、肉食のモンスターか、試しに餌でも置いておびき出してみるか。うん、そう、うまくいきますかね。そういうことなら、マナナが特製の餌を作ってあげますもん。美味しい匂いにつられて出てくること間違いないですもん。あ、姉貴。姉貴ってなんだよ。まあ、やるだけやってみるか。マナナ、必要なものはあるか？俺たちが調達してくるよ。ではでは、オリエスの、あ、分厚い肉をお願いすもん。あ、これめんどくせえ。またこれなんかか、なんかやるのこれ。こいつオリエスって。あー。分厚いスネ肉。やるか。はい。いけい。はいはいはい。はいはい、さあさあスネ肉を取る。めんどくせえミスしただな。まあスネ肉だけ取ったらもう行くか、後回しに。金属集めの方が行きたい。はい、ラピッドシュート。終わり。これでスネに手に入るやろ。俺たちの領分だ。でが。ええー。後にします。また来ます。裏でやっとこう、これは。なんだっけ。究極の船だよな。で、これ移動しなきゃいけないから。あれ？淵ヶ原ってどれ？どこだっけ？なんか聞いたことあるんだよな。ここか。あれか、これ一番最初のやつか。なんか、始まりのとこだよね、これ。だよな。なるほど。ちょっとじゃあ素材集めに行きますか。わあ、レベル高え。さすがにここまで来るとあれやな。敵のレベルも上がってくんの。忘れずに記録っと。ということで、ちょっと回り道しますか。こっちから行けるこれ。やめろよ。余計な戦闘はしたくないんでね。どうしよう、これめっちゃエグいモンスターいたらめんどくせえな。
80とか来たらどうしようか、これ登れるこれ、そもそもどう登るんだろう。こっちから行けんのかな。いやちょっと待って、こっち道あるかな、ちょっと待ってな。いやまあこっちから行こう怖え、どっか登んなきゃいけないよな。こっから上行けんのか、これこう行って、はい、おいで、なんかこんな感じだよね。あ、オッケーオッケー、行けた。59か、やっぱレベル高い。親族の反応はこの辺りだったよな。はい、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 あれどこ行った？ん？どっち？こっち？あった。これか。もう少しでオリジンの金属がある場所も。お宝探しみたいで楽しくなってきたも。世界をかけた宝探しだ。あながち間違いでもねえよな。で、反応は？あっちの方から出てるもん。うん、登るってことね。この距離ならきっとあの岩の向こう側も。マナナ、どっちが先に見つけるか競争しよう。はいですもん。はい、ということで。あっちはやる気みたいだな。なに？うお、びっくりした。お前か、いきなり出てくんだよ。マッシュアウト。はい、ノーブレスアウト。僕が相手だよ。やれやれ、よそ見はさせねえ。俺を見てな。はい、けられねえ。ブラインドプロテ、僕が相手なの。痛い。この突進攻撃うぜえよな。たまにやってくるやつ。ラピッドシュート。メッサージブラックアウト。はい、ナイスー。ということでサクッと。ランツが強い敵とやりてってよ。はい。で、ここら辺やな。忘れずに記録っと。さあ、あった。これか。へえ。こんな風になってんだよ。これか。はい。女王様にもらったのと合わせてこれで2つ目だね。すぐに見つかるとは幸先がいい。この先、あ、この調子で他のオリジンの金属も見つかるといいが。次はカデンシア地方ね。はいはいはい。ああ。ということで、また場所を移動しろと。カデンシア地方。どれだっけ？これか。の？どこにあんだこれ。ああ、またこれ船乗るやつ？うわ、めんどくせえ、これ。ちょっと待って、どっから行くんだろう。こっから行くか。さて、一回セーブしといて。筋トレしようかな。忘れずに記録。さあ行こうぜ。あれこれ船なかった？船来てる、これやべ、めんどくせえとこや。こっから乗れんな。 OK。 おい、で乗ってあっち側か。こっちやな。こっち側行って、はい、あの島か。これさ、ここめちゃくちゃ突然変なレベル高いやついるから嫌なんだよな。変なモンスターに出会うと。どっから登れる？こっち側か。ちょっとどけどけ。ここやな、ここやな、入り口。はい、降りよう。
さあ行こう。この島や。うわー、なんか気色悪いカラーリングのゴリラおるやん。何このゴリラ、どうした？すげえ色違いやな。レベルいくつ？あ、54だよ。まあ大丈夫でしょ。待って、忘れずに記録っと。それで、この辺りには何があるのか。これ滝だからどっか登んなきゃダメだな。こっち側から行ってみるか。こんなに貴重なものが手に入ると。合ってるこれ。いや違うな、右側か。これなんか変な、下に行っちゃうもんね。まあいいか、これちょっと行ってみるか。これちょっと探索 してないからな、わかんねえ。 やべえ、なんか毒臭くない？これ大丈夫？これ入ってすげえダメージ受けそうじゃない？ほら、はい、これやば。ちょっと待って待って待って、やばい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 、毒や、これ毒沼や。ちょっと待って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 、これ一回ね前に戻る。毒やん、めっちゃダメージ受けたわ。多分ねこれね、右側から行けんじゃないかな。こっちやな、ここ登んのか。あれあれ危険だよな、毒。あ、なんか落ちてる。蹴散らされてのか。え、僕が相手に。誰とやってんの？ありがとう。あ、あれか、シール拾ってけってやつか。ノーライトハント、いや、行きます。もういいよ、行くよ。もうザコを相手にしてる時間はないんだ。行くぞ。戦ってるとこ申し訳ないけど俺は行きたいんだ。あいつ絶対時間かかるやつだから。はい、ごめんね、強引に突破させてもらったわ。ここ素材やつて落ちてんな。ちょっとこれなんか集めるあれあったよな。はい、回収しつつですね。いつまででも眺めていた。珍しいものがあったぜ。どっちだろう、こっちから登んの。あ、もう一個ある。ちょっと拾っとくね。あとあとね、集めに来るのめんどくさいからね。あといくつだろう、あと2個。落ちてんのかなこれ。はい、こっから登れるよね。よし、ほんでもうちょいや。ああ、ここら辺。ああ、あったあったあった、落ちてた。これで2個揃ったかな。やったね。で、はい、オリジンの金属の反応はこの辺りから発生している。ここや。いやー、なんかボス出てきそう。桃、お宝のありかは、この、滝の裏側みたいも。あんなところに、今まで見つからないはずだわ。よし、行くぞ。いや、なんかモンスター出てきそうじゃないこれ。このままなんてことある？忘れずに、なんか、普通に取れんのか。コンテナもあるし。ほらー、なんか変なの来た。これ倒せってことか。ちょっと待って、じゃあ先にコンテナ取らして。 60! 結構高えな、レベル。貴重なものが手に入ると。あれでもなんか無視していけそうだよな、裏側から回れば。はい、ここ、こうして、はい、忘れずに記録。これもうちょっと関わるとめちゃくちゃ時間かかりそうだから、こっち後ろからね。あいつ前しか見てないから。はい、後ろに目はありません。いや、これでバトったらおかしいでしょ。はい、これは良さそうなもの。オッケー。さあ2個目あった。はい、ゲット。
これで3つ目だな。ようやく半分か。桃、サモンから新しいデータが送られてきたもん。次はペンテラス地方とフォーニス地方だな。ペンテラス地方のこれはモルクナ大森林。ああはあはあ、フォーニスは。ということで移動しますか。ペンテラス地方どれ。どこだっけ。もうなんか場所が全然忘れたわ。あれ、モルクナ大森林ってどれ。これコロニーラムダだよな。あれ、森林ってどこだっけ。これ海だったよな。ここら辺じゃない。わかんねえな。とりあえずあれか、コロニーラムダ行ってみるか。こっから見えんじゃねえ、どっか。はい、ここのどっかにあるよな。974か。忘れずに記録。どこだ。これでもこっち行くとあれだよ。一回出て。これでわかる。場所がわからんのだけど。あれ、どこ。これはあれだよな。ちょっと待って、これはなんか街灯みたいなとこだったよな。発電所だよね。あ、ここに1個あんだ。ここはいけるな。ちょっと待って、すぐ行くか。さあ、これはすぐ取れそう。忘れずに記録っと。うわ、なんかまたおるわ、兵士が。めんどくせえな。どれだ。オリジンの金属の反応はこの辺りだよな。探すの、板についてきた気がするね。おかしいもん。オリジンの金属の反応は出てるのに、それっぽいものが見当たらないもん。位置情報はここで間違いないはずだが、サモンさんが間違えたっつうことはさすがに考えにくいかな。もしかしたら地面に埋まってるのかも。じゃああれか、ここら一帯を掘り返せってこと。わかった、頑張るね。マジ掘るのこれ。めちゃめちゃマジか。そうだよな、めんどくさそう。掘るってどういうことこれ。盛られた土、あ、これ全部一通りやれってこと。はい。こんなとこに埋まってんの。そんな、まずはここを掘ってみよう。こいつは骨が折れそうだな。ない。これはカポナイト。ももノポンの勘でわかりますも。少しだけ遠くにある気がするですも。ノポンの勘、
はい、ということで遠くにあるって言ってるから、ここら辺、これや。あった、あったよ。これで4つ目だな。あと少しも。次はペンテラス地方か。オリジンの金属が、ちなみにこれ、ターキンの羽もあったわね。集めといた方がいいのこれ。普通の素材これ落ちてんの。これなんだっけな、なんか素材がよく覚えてないけど、いろいろ。何もないもんあんのか、外れか。はい、もうちょっととりあえずほっとこう。いい素材があるのかもしれん。なんだこれ、ファンシーボルト。めっちゃあるな。これ一気に掘らしてくれんかな。何もない、外れが鬱陶しいな。一番、はい、何も待って、あ、だいぶ外れが増えてきたな。え、もう全部掘り終えた、あるもの。あ、またなんか素材が出てきたな。あとはこれ。あーやべえ、埋まってない。なんかもう外れ臭い。あーダメや、ちょっともう一気に掘らしてほしいな。後で来てもいいけど多分来ないからね。もうこれは後々来ると多分戻ってこないからっていうか、もうもうほとんど何も残ってない。あーやべえ、もう外れしかないのか。こんなもん、あとこれか。オッケー、ということで全部掘り終えたかな。あ、もう一個だけあった。最後もないんだろうな。もう単なる無駄足だったっていうね。はい、ということで次行きましょう。次のさっきのさ、ペンテラス城どこにあんのこれ。俺まだ行ってない場所なのこれ。反応がないんだけど、これどこ行きあるのこれ。ここら辺行ってみるか。さあ、一応位置情報はあるんだけど、これ下の方やな。どっから行くのがいいんだろうな。これめちゃくちゃ遠そうだな。こっから行く、もう 400m 下ってあるから、どこだろうな。なんか降りれるとこなかったっけこれ、急降下。あのコンテナ多分下って書いてあるから、こっち側の下なんだよな。ちょっと待って、これさ、下はどれなんだろうな。ここの下あたりなんだよな。どう言ったらいいんだろう。ちょっとこれ乗るの怖いんだけど。はい、はい、それ。もう完全に真下か。これどうやって行くんだっけな、森林のとこ。どっから来たっけこれ。まあ、地図が全然思い出せねえこれ。
まあ降りるしかないか。どっか降りれんかったっけこれ。森どうやって行くんだっけな。なんか森確かにね来た記憶はあるんだけど。ここから進めそう。これで降りれるか。どうかな。これちょっと怖いんだよね。これね変にやるとね落下死するからね。めっちゃ高いから。ちょっとひたすら降りてみよう。森の行き方忘れた。はい。おいやめとけ。落下してほらめっちゃ食らうんだよな。はい、こんなもんでいいでしょ。あれどこだ。どうやって来たんだっけなこれ。どっかで。やべえ、めちゃくちゃ迷子になりそうなんだけど。あれこれ降りれない。ここあれ、はい、森に行く方法忘れた。ちょっと待ってね。すげえ迷走してるわ。ちょっと待ってな。これは違うもんな。これはあっち側行っちゃうから、ここはなんとなく覚えてんだよな。ここか。ここじゃない。これもだいぶ上か。どっから来たっけこれ。ちょっと待って、もっと戻るか。さらに戻ればいいのか。いやでもこれだと、ここだってあれだもんな、水のとこだもんな。でっかいでバーって来て、で下っていくんだよなこうやって。で、あでもこっから降りたらいけんのかな。ちょっと待って、これで降りるところなかったっけこれ。ひたすら、まあ、めんどくせえ。これなんかちょっとファストトラベルというかスキップができない。解放してないんかな俺。560とかある。あれ俺見当違いのとこ来てる。これでひたすらこう下行けたはずなんだよな。これでこれ下行ったら近づくんじゃないかな。違うんかな。600とか遠くなってんな。あれちょっと待ってね。たどり着かないねこれ。ここ行ってもやべえ迷子。最後の一個が、ちょっと待って、どうやって来たっけな。これ下行ったとて、あでも繋がってるけど、やっとたどり着いた。この辺りか。オリジンの金属の反応はここやね。てかもう敵のレベルがさ、もうだいぶこれ逃げながら来たんですけど、敵のレベルが見てめっちゃ高いんだよね。これどこ、これやばくないここ。なんかすげえのがいる。お前か、こいつ倒すのか。なんかこいつだけレベル低かったからよかったけど、周りのレベルがえぐいぐらい高い。やっぱり何度見てもあのラーナから反応があるもん。こいつは倒せってことやな。ラーナが食べてしまったってことですかも。状況からしてそういうことになるんだろうな。さあ行こうか。そんじゃ腹ぶん殴って取り出すしかねえってことだな。おえ、私は絶対に触らないからな。ということで、うわ気持ち悪い。こいつは倒せと。ラーナをやれと。僕が相手になろう。ありがとう。そこまで行かないと。こう横に昆虫のレベルの高いやつがいるから、こいつが一緒に来なくことを祈るだけ。73がおるからこれめんどくせえ。はい、あとはこいつからサクッともらって、
はい、なんかまあ物騒なとこや、ここは本当。ていうか毒沼がマジで嫌だ。はい、おい、なんじゃその攻撃は。ほら、はい、めんどくせえ、つい、はい、切るからやる。やるぞ。どうしようかな、先に続けていくぜ。 OK で、そうね、決めちゃうよ。ほら、終わりだと思ったか。あ、こんやったな、めんどくせえ。どうしようかな、まあ、いくか。これで、はい、そしてまだこれからだよ、続けていくよ。オッケー、ほんで、この戦法で攻める来た。さあ、あとは最初は私で、続けていくぜ。これであと声、ダメ押しの、いいね、やっぱ強え、セナはやっぱいいな。はい、これで OK。まず、どうしようかな、先に行って、はい、これで、でもう一回こうして、はい、あとこれで行こう。あー、まだ無理だろうな、だいぶ削れたけど。これでどこまで行くか。まあまあいいでしょう。 OK、 はい、でここでインターリンクしまして、ほら、オッケー、はい、いけるでしょう、もうちょい。ほら、ナイス。オリジンの金属だ、あったね、ナイス。こいつが持ってたんだな、よく平気な顔して触れんな。見るか、やめろ、こっち向けんな。
これで残りは一つね。サモンさんから新しいデータが来たわ。最後のオリジンの金属はどこ？え？なんで見上げた今？君は無事、成人の日を迎えることができた。だが、このままではいかん。君たちの命は、戦場に散ってこそ輝くのだから。何の真似だ、クリス軍務長。ブレイドをお納めください、執政官殿。貴様、この者の輝きを奪うつもりか。命を奪う必要はないと申しているのです。黒煙まであと少し。彼の輝きは彼自身が誰よりも知っている。あなたの行為では輝かない、決して。貴様、良いではありませんか、V。M、なぜここに？その時が訪れた者には相応の姿を与えてはいかがですか？何よバカな。それでは命の輪に帰らぬではないか。お、 Z も望んでいることです。 Z が？そんなはずは。承知した。貴殿の好きにするがいい。私に送らせてください。いい調べだね、クリスのオリジナル。まあそんなとこかな。俺も取り入れようかな。ノアにはノアの調べがある。あれはとてもいいよ、とても素敵だ。本当に？前のコロニーで覚えた楽譜を少し変えただけだけど。大事なのは楽譜じゃない、調べに乗せる思いさ。思い？載せれば届くんだ。
方なき者たち、女王の目覚めに呼応するか。ついの剣。あの日世界に散ったオリジンの残滓、まだ残っていたとはな。あれはもはや流れの外のもの、我々に御す術はありません。赴くか。いえ、その必要はないでしょう。彼の方から来る。必ず私に思いを届けに。ここはキャッスルの中じゃないね。この位置ってガーディン貿易地。貿易地って？後方のキャッスルを守る要衝、新兵の訓練なんかもここで行われるんだ。よかった。またあそこに戻るのかって少し不安だったんだ。とはいえ場所が場所だ。正面から乗り込めば戦闘は避けられない。まずは近くまで行って様子を見よう。はい、ということでね、まあサイドストーリーの後、まあクリスがいよいよ登場って感じだね。まあなんとかね、これ集め終わったんでね、オリジンあと1個か、ラスト1個で、まあクリスも出てくるみたいなそんな展開になりましたね。でまあこのサイドストーリーで多分クリスのヒーローだろうね。はい、ということでね、今回はここまでにして次回続きをやっていきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバーイ。